い幸せを蓄えていないと、他人に幸せを分け与えることはできないというお話なんですね。私は自分をまず幸せにしたいと思います。でもどうやったら幸せになれるんでしょう。私にとっての幸せ、皆さんにとっての幸せ、何ですか？それは。真面目にやりましょう。真面目に。
寂しくなるな。小学校からずっとここだったから、ずっと女子校だったから、カメラマンなんて男の人がいっぱいいるところは人もいるんだから、もっとすごい人もいるわ。キラ先生よ、幼年部からここ、大学院までここで、その後教員としてここに赴任。そういうことになるわね。キラ先生で思い出したけど、聞きたい？すっごいお話なんだけどな。キラ先生の寝乱れ姿のベッドで寝てたんだけど、あんまり可愛いんで、ついシャッターを押しちゃった。まだ続きがあるの。シャッター切った音でキラ先生が起きちゃって、先生全然慌ててなかった。てっきり怒られると思ってたのに、あんなことになるなんて。キラ先生ってベッドの中で人なのね。
柔らかかったわ。すっごく。こんばんは。話があるの。お互いにね。道郎が帰ってきたら、マリエとはどうするの？道郎はいい加減だわ。そして身勝手、マリエにふさわしくないというのが私の結論。道郎からマリエを奪い取って。してるから。
なお兄ちゃん。なんか変な関係だったね、私たち。サチは、私がまた道郎くんと付き合い出しても、友達でいてくれるかな。初めて安心して街中を歩けたような気がする。治んないの。きっとずっと。私が道郎くんと付き合って